今回はワイルドリフトのラムスを使ったジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。まあ、ラムス明確に選ぶタイミングというのが敵がウォール物理の際、まあ、選んでおけばかなり安牌なジャングルになっているかと思います。まあ、ただベインが来るとちょっとやはりあまりにもアンチタンクなので、そこだけはちょっと注意が必要ですが、まあ、今回みたいにオレソル、イブリン、ジャックス、ノーチェラスみたいな構成の時は、まあ、刺さるわけじゃないと思いますが、あえてジャックスじゃなくてラムス選ぶ必要性はないのかなという気はします。まあ、開幕スキルの上げ方人それぞれなので、まあ諸説あるかとは思いますが、個人的に2を取るとやはり周回が比較的楽なのでおすすめではありますね。ただこのレベル2のタイミングで 2,3 と取ると周回速度は速いもののガンクに行けないんですよね。かといってスキル1を取ると遅いんですよね。どっちがいいかと言われたら、まあ、なんとも言えないですが、まあ、開幕すごいゴリゴリのダメ取れしとるんであればいいかもしれないですけど、まあ、そうじゃない限りは、まあ、おとなしく3キャンプで、まあ、ミッドに1回フラッシュを使って顔を出してあげるぐらいがちょうどいいと思いますね。3スキをしたと思ったんですけどね、まあ、今みたいな、ところで3決まれば、まあ、キルラインですね。なんでポートレートして連打してあげるといいと思います。まあ、ラムスの場合3スキがかなり近くしか判定がないので、まあ、ボリビアの強化パンチみたいな、まあ、通常攻撃とレンジと同じぐらいの範囲になりますから、いっぱい敵がいる際ですね、やるときかなり、対象指定するのがまあ難しいですので、まあ、ポート連打か、まあ、そいつしかいなければもうひたすら連打ですね。でさっきのシーンもそうでしたが、ガンクするときは基本後ろから突っ込んであげて敵を自分方向に1でノックバックさせた上で3スキで引っ張るという形がグッドですね。でスキルの上げ方、これかなり諸説あるので一概にどれがいいかと言われたら何とも言えないですが、まあ、注意しないといけないのが、3スキを上げるとタウントの時間が上がる、1スキを上げるとクール時間とスローが上がる、2スキを上げると割合が上がるんですが、そもそも基礎値の物理防御魔法防御がないと全くもって意味をなさないので、2上げだけはないかなと思うんですね。1か3はかなり好みだと思います。でも大多数が多分1を上げる気がしますが、私はごめんなさい3を上げます。これはまあ多分人それぞれだと思うので状況に応じてかと思います。ただまあラムス、バフされているような状況で、もうこれ結構前だと思うんですが、昔2スキを使っている最中めちゃめちゃ足が遅かったんですよ。今それがなくなったので、まあ、その辺はグッドかなと思いますね。まあ、やることがかなり明確なジャングルタンクになるので、敵のジャングラーキャッチして、ないしまあベタ足ですね、まあ、ミッドか、まあ、マークスマンキャッチして、あとは味方と協力して倒しましょうという、まあ、かなりコンセプトができているジャングルキャラクターになってますから、まあ、特別そんな難しい操作はないかなっていう気はするんですよね。まあ、ただオブジェクトが大して速くないんですよ。まあ、やはり合わせて速くないってことは味方と協力しないといけないんですけど、味方がオブジェに寄ってこないとなすすべがないので、まあ、そこだけがあまたあるジャングルの中でちょっとあれかなって気はします。まあ、ただ一応2スキの声でだいぶ硬くはあるので、まあ、こんな感じで継続戦闘する際も比較的フロントを張りながら、まあ、結構無視されちゃうかもしれないですけど、まあ、結構いい感じで戦えますよね。で、まあ、今回魔法が敵多かったので、まあ、そういったのも含めて、マーキュリーとウィッツエンドを最初に買ってますね。で、まあ、合わせてちょっとしたテクニックというか、まあ、ボリビアのウルトと同じような感じですが、ラムスウルトしてる最中アンストッパブル、まあ、要するに CC 向こうつきますので、まあ、タイミングよくその辺でガッチョーンって打ってあげてもいいかなという気はします。まあ、使いがところはないというわけではないけど、集団戦始まってる時やはりもうすでにウルトして入ってる可能性があるので、まあ、ウルトがないことあるかもしれないですけど、まあ、さっきみたいなシーンですね、ジャックスが突っ込んでくるみたいなタイミングでウルトを置いてあげればいい。ただまあ足の速さに応じてウルトの射程が伸びるキャラクターなので、そこだけですね。何もない1スキ巻いてない状況だと結構ブリンクの距離短いので、まあ、一応壁抜けとしても使うことができるという感じですね。まあ、見て分かる通り前で3人持ってもわりかしピンピンしてますので、キャラクターとしてはいいんですけどね、ピック率まず多分めちゃめちゃ低いんちゃいますかね。ベトナムサバでラムス選ぶやつはマジでいないですね。今シーズン入ってからワンチャン1回も見てないと思います。ただまあいつも通りシーズン最初の頃マークスマンが溢れ返る
と思うんですが、まあ、今回もあふれ返ってるけれども出てはこないと思うんですね。まあ、やっぱり昔のイメージが強いというか、まあ、ラムス周回遅いイメージあるんですけど、全然そんなことはないんですよね。ニスキを取って普通にフルキャンプしてしまえば、まあまあ早くはないけどめっちゃ遅くはないというか、まあぼちぼちぐらいのランクグレードですかね、で回れますね。見たことで、まあ、割とダメ出ますよね。まあ、で悪くはないタンクキャラやけれども、やはり、まあ、流行りのタンクファイター、アサシンファイターといったようなキャラクターでガチョーンと一撃でいけるようなパワーがないので、まあ、爽快感がないチャンプって言ったらそうですね、まあ、献身的なジャングルサポートみたいな感覚になりますね。あとやはり、まあ、装備によっては周回があんまり、小物を狩る速さは悪くないんですけど、まあ、やっぱりスキルのクールがそこまで短くないっていうのと、まあ、基礎的に A するところがあんまり強くはないものばっかりを作りますので、まあ、その結果周回する上でそこまで綺麗に早く回すことができないので、やっぱお金稼ぎっていう面ではやっぱ比較的ラムスの場合は分間800を超えていく、まあ、常時ですね、まあ、よくあるアサシンだったりとか、まあ、さっきのファイターといったような形の金稼ぎは実現がちょっと難しいと思いますね。私もマイドラムスやるときはまあほぼサポートみたいなもんですから。今回味方のミッドレーナーの人がパーティーですね。シンドラかな。ただまあついついやっぱ見てわかるときにニスキを押し忘れちゃうんですよね。なのでまあ先に2打つのもいいかもしれないです。何度も難しいとこですね。ただまあマジで硬いのでしっかり耐性装備ですね、まあ、物理か魔法かを間違えず積みながら戦うことができればだいぶ耐えれますね。で、まあ、今回はもうかなり魔法が濃いのでかなり魔法耐性を濃いめにしてますね。一応まあこれどこかだったかな、前シーズンぐらいかな、中国の大会の時にひたすらみんなもう物理魔法関係なしに青鎧積まれまくってた時期がそういえばあったんですが、青鎧のやっぱ移動速度増加効果ですねがかなり恩恵が高く強いという評価になってますので、青鎧は魔法耐性の装備の中でもかなり最上位に近いです。結構なんか青鎧作らずビサージ作る方多いですが、困ったら青鎧いいと思いますね。まあ、今回私なんてウィッツエンドに青鎧にアビサルマスクですから魔法は完璧ですね。ブジェクトが始まるタイミングでこの過剰にミッドを押すマクロあると思います。そして味方が全員死んでいくないですか、なんでなんですかね。まあ、いつのシーズンもこんな感じと言ったんですけど、こんな感じですが、オブジェの時はみんなで協力してオブジェしようぜっていうお願いなんですけど、特にこういうタンクジャングルしてる時は。ただ今回ナミちゃんがバブル当てますね、めちゃくちゃ。まあ最初の時もそうでしたが、ナミも強いキャラですけどね、やっぱりサポメイジというかキャッチされたら終わっちゃうキャラクターはちょっと大変ですね。立ち回りが難しいですし、今回まあイブリンがいますのでアサシンされるとしんどいなという、私はもう関係ないですから、もうフルタンクガチガチですので、まあ、どんだけ突っかかってもニスキ抱きながらカチャカチャすれば大丈夫だなっていうところですね。とはいっても今ニスキ使ってないですが、あとは覚えタンクする上で大事になってくるのが、まあ立ち回りスキルの避け方、スキルの回し方、これもちろん全部大事だと思うんですが、私かなり大事なと思うのがもうガーゴイルエンチャントの使い方、これにつきますね。近場に3人いる状態でガゴ叩くとめっちゃとんでもないシールドがタンクであれば出てくれるので、まあ、その辺をしっかりと3人まで待つ勇気ですね。逆に3人いる状態だったらもはやなんていうんですか、こういうヘルスがギリギリになる前に使ってしまってもその分ダメージが吸えるので、それはそれでいいと思います。私今回押してないですけど、まあ、プッシュエンドになると思いますが、わりかし今回はスムーズなゲーム展開だったと思いますね。ぜひフル AD の時はラムスジャングルかなりおすすめだと思いますので試してみてください。